そうすると重心がこう下に行ってるんで、これこう基本的には安定するはずなんです と思いまして、先日試してきたわけですけれども。これはですね、自撮り棒を長くして撮っているわけです。これはジンバルをつけてます。ジンバルにスマホを乗せて歩いてます。さあどうでしょうか。だいぶやっぱスムーズなのかもしれないな、この方がな。この最近のスマホの手に入れたスマホの、Xiaomi 11 Ultra、これなかなか手ブレ補正が強力でして、ほとんどジンバルがいらないぐらいの手ブレ補正能力を持っています。ちょっとある意味ジンバル以上の良さがあるんで、それを今回ちょっと試してみたんで、ちょっと実際に映像を見てもらいたいと思うんですが、その前にどういうちょっとした工夫でしたのかっていうのをちょっと実際にご紹介しておきたいと思うんですけれども、普通はスマホで撮るとき、こういうふうに、まあ自撮り棒なんかにつけますね。やっぱ自撮り棒をつけないとですね、この、なんかこう、やっぱ持ちづらくてやっぱ手ぶれするんで、自撮り棒をつけることで、すごいこうスムーズになります。普通はこういうふうに自撮りをつけて、こう、まあ、こういうふうに歩いて、歩き撮りとかするわけですけれども、もう確かに画面見やすいんですけれども、歩き撮りするとですね、これジンバルもそうなんですけれども、この歩いてる時のこの上下動っていうのがやっぱね、どうしても出てきちゃうんです。これジンバルだけじゃなくて、オズモとか、オズモポケット
ですね。今 DJI ポケット2というのかな。それとか、あと、そうですね。あ、結構GoPro は結構スムーズなんですけどね。この上下動が出ちゃう。軽い機材ほど歩いてる時の上下動が出ますよね。重い機材だと、割と感性の問題であんまり感じないんですけど、軽いほどその上下動が目立つようになります。それでそのために皆さん、こう、いわゆる、ニンジ歩きっていうか、こう、すり足みたいな歩き方とかをしたりするわけなんですけど、あれちょっと普通にはちょっとかっこ悪くて、ちょっとああいう歩き方はできないですね。いわゆるジンバル歩きっていうのはね。それで、どうするかって、基本的にはこう、伸ばすわけですよ。手から、手から伸ばしてやるっていう。それで、で、角度をこうつけてやるっていうのが、これ基本ですよね。できるだけこう、体から離してやると、そうするとこの上下動がここで吸収されていくわけですよね。で、このこう、歩いていくっていうね。これがまあ今までの、上下動を抑えてスムーズに歩くりする基本だったんですよね。ただですね、ちょっと私思いまして、こういうふうにこう上に向けてる形だと、どうしても重心が上の方行っちゃうんですね。ですから、ちょっとしたこの動き、動きがこう、なんていうかな、こう、支えきれない。横の手をしっかりやってないと支えきれないっていうのがあるんですけども。じゃあ逆に重心を下にしてみたらどうだろうと考えたわけです。で、こう、キュッと曲げちゃうわけですね。はい。で、これ、ジュール棒の三脚部分と、あとこの、ホルダー部分の、実はこれ曲がるやつを、わかるかな？曲がるやつをつけてるんです。ですから、90度だけだと向こう向いちゃうんで、より自分に向けるような形になりますね。そうすると重心がこう下に行ってるんで、これこう基本的には安定するはずなんです。と思いまして、先日試してきたわけですけれども。で、多分結果としては、まあ、こういうふうにこう、取っていくって、これいいんですよ。結果は良かったんですけど、ただ、このなんていうのかな、この長さと、この角度、もっとこういうふうにこう、いわゆる提灯持ちみたいな感じにする、した方がよりいいのかとかさ、そこら辺はちょっとまだやってみない、いろいろ試してみないと実際のところわかんないです。あとは、もちろん伸ばせば伸ばすほどいいんで、この方が実は安定するはずなんですけれども、重いんで伸ばせば伸ばすほど重くなるっていうのがありまして、特にこのスマホは230g ぐらいあるんで、結構重いスマホなんで、手首に応えるっていうのがありますから、そうすると本来の軽量化っていうのはね、進まないんで。でも本当にこう、ただこう短く持ったこうだけでもですね、えらいやっぱ安定性が違う。で、下でこう見づらいかなと思ったけど、さほど見づらくもないし、当然ながら360度じゃないや、180度。下に向ければ自動的に上下は決まってくれますから。そのような感じで、もう、ちょっとまあ目立つかもしれないけど、まあ、さほどは目立たないだろうという、忍者歩きするよりはいいだろうということですよね。で、こう、ここ、まあもちろんこの、リモートスイッチ効きますし、ジンバル、何より軽い、これの場合、ジンバルで一番私持ってる軽いやつでも267g ぐらいあるんですけど、これだともう 100g ぐらいですよね、確か。この、自撮り棒自体ですけども、結構、伸びて、まあ自撮りもできるというような、まあ、こともできますんで、結構おすすめではないか。まあとにかく一つの工夫です。いろいろ試してみてください。じゃあ こっちの方が分かりやすいのかな。これ伸ばした方がいいのかな。ねえ、伸ばすとでも疲れるんですよね。手が疲れる。伸ばせば伸ばすほど疲れますから。
この辺のバランスでいった方がいいのかな。ここら辺もやっぱ一つの工夫ですよね。